クリームと砂糖がかかったまんみまんみは復活祭のデザートとして供される伝統的なフィンランド料理である。ライ麦粉やライ麦の麦芽粉を練って焼いた食べ物で、形状は餡に似た黒いペーストだが、味は全く異なっている。スウェーデンではメンマと呼ばれている。作り方はライ麦粉、ライ麦麦芽粉を湯で練り上げ、塩、糖蜜、オレンジュピールで味を整えたら、 オーブンで3から4時間ほど焼き上げる。焼き上がったまんみは冷蔵し、冷ましたものを供する。伝統的には樹皮のついた白樺の箱に入れて貯蔵されていたが、市販品でも段ボール箱に白樺の樹皮をプリントして、伝統を演出している商品もある。味はライ麦の感触が残り、ほのかに甘酸っぱい。牛乳やクリームの中に落とし、砂糖やバニラクリームをかけて、 食べるのが一般的である。万を文献で初めて言及したのは王立応募アカデミーの教授で、進学者のダニエル・ユスレニウスである。彼は1700年にオーブンで焼いて白樺の樹皮を用いた容器に入れたフィンランドの粥について触れ、それは黒っぽい色だが非常に甘い。それは酵母のないパンとしてイースターで食べられると言及している。それ以前にも 13世紀には、フィンランド南西部で食べられていた。科学者、ペール・アドリアンが・ガッドは1751年に、ライムギコとライムギ爆がこう湯で練、ね、って、オーブンで焼くという現代につながる万味のレシピを、公開している。歴史家、ヘンリク・ガブリエル・ポルハタンは、万味がハメや南西スオーミでは広まっているが、カレリアやポフヤンマー、サボ地方では未知であったと指摘している。マンミが、 フィンランド全域に普及したのは1930年代である。マンミはその形状や色、風味から好みが分かれている。第二次世界大戦後、フィンランドのごく一般的な村を訪れた難民救済調査官はイースターで供されていたマンミを見てすぐに町に戻り、子宮救援物資を送ってくれ。彼らは一度食べたものをまた食べていると報告したという。ありがとうございます。